そして野党市民の統一候補であります杉尾秀哉に第一声を行わさせていただきます。ご清聴よろしくお願い申し上げます。皆さんこんにちは。長野駅前の皆さん、そして先ほどから長い間お待たせしましたお集まりの皆さん、本当に本日はありがとうございます。ようやく決戦の時がやってまいりました。今日が公示日、これから18日間の戦いが始まります。民進党公認杉尾秀哉、今回は野党統一候補として、今ご挨拶いただいた共産党、社民党両党の推薦も得まして、私は野党統一候補としてこの夏の政治決戦に臨むことになりました。この歴史的な憲政史上も、そして国政史上でも画期的な野党共闘、成立したその大きな力になったのが、今日もお集まりいただいた幅広い市民の皆さん、市民連合、孫の会、救助、市立、若い人たちもたくさん私どもの選挙を後押ししてくださっています。こうした幅広い市民の皆さんの後押しがあって、初めて今回の野党共闘が実現しました。私からも重ねて深く感謝申し上げます。ありがとうございます。今お話がありました、この長野県選挙区、今回の参議院選挙でも最も重要な選挙区、その中でも1人区、すいません、ちょっと忘れました、1人区の中でもこの長野県が最も重要な選挙区、ここに今回の選挙の帰属が決まると言っても過言ではありません。この野党共闘ができたことももちろんです。改選2議席が1議席になった自民党の現職、確かに今自民党強い、支持率高い、しかし今私どもは互角以上の戦いをすでに展開しています。その証拠に、先の日曜日に安倍総理が長野県5カ所で演説していきました。飯田に入り、塩尻、松本、長野、上田、衆議院の5つの選挙区全部回った。下伊那の飯田に至っては現職の総理大臣50年ぶりだそうです。それだけ力を入れている、それだけこの選挙区が全国の中でも最も注目されている選挙区である、その証拠である私は思います。その中で安倍総理が街頭演説で3つのポイントがあった。まず、アベノミクスの成果を誇示する。そして2番目、憲法の手の字も言わない、安全保障のあの字も言わない。そして3つ目、野党の野望批判をする。アベノミクス、皆さんいかがでしょうか。アベノミクスの実感、この長野に届いていますでしょうか。皆さんの生活は良くなったんでしょうか。世論調査の数字見てください。7割8割の人が景気良くなったと実感してない。半分を超える人がアベノミクスは失敗した、うまくいってないと思っている。にもかかわらずアベノミクスのこれまで都合のいい数字ばかりを並べて成果を誇示する。そして2番目の憲法改正、昨日の党首討論でも話題になりました、テーマに上りました。安倍総理は9条改正を最終合意にしようとしている。しかしその中身を言わない。とにかく3分の2の勢力を確保する、そして憲法調査会で審議をしてもらう、それしか言わない。
これまでと全く同じやり口、これまで国民は3度騙されてきました。まず特定秘密保護、そして2番目はおととしの集団的自衛権の行使容認閣議決定、これも国会での議論なく、その前の選挙で有権者の皆さんに全く諮ることなく、一内閣の独断で、安倍総理の独断で、これまでの憲法解釈を180度変えた、日本の安全が、そして77年続けてきた日本の平和が、今大きく根底から脅かされようとしていく、そしてその延長線上に去年のあの安保法制のむちゃくちゃな国会審議がある、最後は数の力で押し切った9月19日のあの強行採決、皆さんもうお忘れじゃないですよね、覚えてますよね。ああいう数の力で押し切る政治で本当にいいんでしょうか。今日本の立憲主義、議会制民主主義が根底から覆されようとしている。今度も同じ手を安倍総理は使おうとしている。今度の参議院選挙の焦点も消費増税の再現、国民に信を問う経済政策、アベノミクス続けていいのかどうか国民に聞いてみたいと言った。その結果得られた議席で、この参議院選挙の後に安倍総理が、安倍政権が何をしようとしているのか、皆さんもうよくお分かりだと思います。もう私たちは同じ手を3度4度使われてはならない。絶対にこの夏の参議院選挙、憲法改正、安全保障問題、大きなテーマだということをここで重ねて強調しておきたいと思います。3番目の野党共闘、野望だ野望だと批判している。じゃあならば自分たちは何なんだ。これまで自社政権作った、自治公政権作った、目的のためなら手段を選ばない、政権の座に返り着くためなら何でもする、つまり元祖野望政党が自民党だったんじゃないですか。皆さんそれも当選じゃないですよね。絶対これ忘れちゃいけない。今の安倍総理、安倍政権、安倍政治は数の力で押し切る政治だ。ならばそれに対抗するためには我々も数の力を作らなきゃいけない。そのためには選挙に勝たなきゃならないんです。そのための野党共闘であり、市民の幅広い連帯なんです。今の日本の政治を何とかしてほしい、この市民の皆さんの思いに応える、それが今回の野党共闘なんです。それを忘れてはならない、私たちはそう思います。安倍政治、安倍のミックスは強者のための政治だ。強いものをより強くする、止めるものをより豊かにする政治だ。その3年半のアベノミクスで格差が広がった、地方が置いてきぼりになった、中低所得者の人が増えた、特にワーキングプア、下流老人という言葉、とても嫌な言葉です。しかしこれが今日本の現実です。6県に1県が相対的貧困世帯、この豊かになったはずの日本で6県に1県、子供の6人に1人が貧困なんてことが、こんな社会が許されていいんでしょうか。私たちの政治、目指す政治は違う。私は政治は弱い者のため、弱者のためにあると思っています。まず格差を縮小する、中小中低所得者の人たちを生活を底上げする、底支えをする、一人一人の暮らしに寄り添った一人一人の人権が大切にされる社会、そういう社会、そういう政治を私たちはしなければならない、そう私は確信しています。政治は強者のためにあるんじゃない、政治は弱い者のため、困った人たちのためにあるんだ。これをもう一度、この原点を忘れてはならない。そのために私は35年近い報道生活、全て捨てて、全ての人生を投げ打って、この長野県から、この信州から日本を変える、長野県の皆さん、信州の皆さん、私が愛する、愛すべき信州の皆さん、真面目で勤勉で実直な人たち、豊かな自然に恵まれて、そして素晴らしい環境がある、この長野県をまず何とかする、この信州をまず
何とかする。そして長野県を元気にして初めて日本が元気になるんです。私はそういうことをこれから地方の再生やっていきます。皆さん、最後になります。私はこれまで35年近い報道生活の中で、さまざまな大事件、大事故、大災害、歴史的な現場の最前線で、私は自分の言葉で視聴者の皆さんに伝えてまいりました。あのカンボジア PKO にも行った、イラクの自衛隊派遣も行った、御巣鷹の尾を登った、阪神大震災の現場に行った、東日本大震災、あの未曾有の大災害で、私はスタジオで視聴者の皆さんにこの災害の模様を刻一刻伝えてきました。私は報道という立場から皆さんを政治のことを伝えてまいりました。その私がこの報道の生活で培った全ての経験、全ての知識、そして全ての人脈、私の残された人生の全てをこの長野県に、信州に、そして日本の皆さんに全てをかける、その強い決意でこれから18日間戦ってまいります。今度の戦いは絶対に負けられません。何が何でも勝たなきゃいけない。安倍政権に好きにさせない。信州から日本の政治を変える。強者のための政治を弱者のための政治に変える。私はその先頭に立つ。18日間これから走って走って走りまくって、最後のゴールを切るまで、勝利のゴールを切るまで、皆さんの声を国政に届けられる。そうなるまで、私は最後の瞬間まで、倒れるまで戦ってまいります。どうかそういう私どもに力を与えてください。力を貸してください。ご支援ください。どうかどうかどうか皆さん、よろしくよろしくよろしくお願い申し上げます。本当に本日はありがとうございました。本当に力が持った熱意にあふれた第一声でした。もう一度力強い拍手をお願い申し上げます。